今日は春から植えてた白花豆のつる刈り作業ですね。さやについた豆をつる刈っても栄養いかなくしてで仕上げるっていう作業ですね。100周年で何かやりたいことっていうのをなんか町民にアンケートを取ってて、で僕を含めて数名が、まあ、音楽イベント、もともとオケと、まあ、結構音楽のイベントがあったんですよね。でフェスなんかやれそうじゃないっていうところから、まあ、若い人がやりたいっていうならやってみたらどうだっていうところから始まりました。最初は本当に何をしていいかもわからないところから、約5000人ですね。2018年に2回目の OGF をやったんですけど、イベントとしては大成功を収めたんですけども、天気が悪くて雨だったので赤字を出してしまって、町から430万ほど借り入れをして、赤字を補填したんですけども、それを自分たちの力で返済しようっていうことになって、でそれであの白花豆を作ることになって、今年で2回目ですね、はい、ただやればいいってものでもないイベントだと思ってるので、 OGF 自体がやっぱりオケトにこれから絶対必要なイベントだと自己は思ってますし、次につなげるためにも町におんぶに抱っこじゃなくて自分たちも本気でやってるっていうところを見せたくてやってます。農業経験者じゃない人でも農作業としてできて、でなおかつみんなで、汗を流して返済していくっていうところで、白花豆が収益性も高くてなおかつ人がいないとできない作物なので一番合ってるかなっていうところでやってます。実行委員はオケと町民ながらもほとんど顔は知ってるけども話したことない方も最初はいたんですけど、今はもう仲間で仲良くやってて、町外の方も OGF の思いに賛同してくれて来てくれてる方なので、だんだんつながりが、人とのつながりがだんだん濃くなってきてるなと思ってます、はい、なるべく、早めに、借入金の返済を終わらせて、皆さんの、記憶にまだ残ってるうちに第3回の OGF ができたらなと思ってるので、第3回やれるように応援の方よろしくお願いしますということで、はい、あなた輝く街テレビロートテレビ、よいしょっていう